最悪だ、やらかした、間違えたな、こりゃびっくりだな、ガチでこれやらかした、やばいぜ。いやー、やらかしましたよ、私は。これちょっと訂正できないかな、やり返しできないかな、やり直しね、っていうのはね、いやーこれ選択ミスしたな、同じような人いるんじゃない、もしかすると多分同じような選択ミスした人いると思う、あーこれのが良かったなみたいなね感じの人いると思う。っていうのはこの栄誉の宝庫っていうの中で、まあ、実績ボーナス上から2番目あるんですけど、まあ、ここでね個人ポイントのとこ行きますよ、制服の道、まあ、例えばここのシーズンだったらの話なんだけど、他のシーズンでも同じ感じですね、内容ほぼほぼ同じだと思いますよ。で8万ポイントまで行ったんですよ、あ行きました、そっからが問題、これね10番、こっからが問題です。はい、わーやらかしたねこれ。これね8万ポイントいくと、まあ、一応この中から選んでもらえるんですよ。僕はもうね交換しちゃったんで、まあこれ失敗したと思って、でその失敗したなっていう理由とかも言いますよ。はい、いやーこれほんとやらかした、同じやらかしやってる人多いんじゃない、まああったらいいんじゃないっていう人もいるかもしんないけど、結局だけどいい全然いらない、交換したいんだけど、交換したいんですけど、僕ねこの中でこれと交換したんですよ、ゴールデンカップ大型コレクション、これねシーズンでもらえるやつなんですけど、まあ、今回が初めてかな、出てきたのね、はいこれなんですけど、これいいじゃんと思う人いるかもしれないけど、まあ、コレクション展示場の中でゴールデンカップってやつがあって、まあレベルをね上げていくとバフがねどんどん上がってって、攻撃のバフとかもついたりしてって、マックスレベル6まであるわけなんですよ。だけどこれいいじゃんっていう人もいるかもしれないけど、大型コレクションなんですよこれ、ちなみに大型コレクションで、僕ね大型コレクション2つあるんすよ、はい、ちょっとね画面見るとこんな感じになってて、大型コレクションあるんすよ、で小型コレクションだったら欲しかったかもしんない、大型コレクションあるからこれ以上ね展示ができないんだって、なんかはい、そんな感じで大型コレクションあるんだけど、ここと交換するのはできますよこれね、ここと交換するのはできるんだけど、展示だけど、いやーこれさ違うのしやがったなーっていうのは他にもあったんすよ、もっといいのがね、もっといいのあったんすよ、いやーこれもうこのままでいい、はい、こんな感じでね、あれだったらね、さっきの大型コレクションだったら病院の数がね上がるんすよね、レベル上げていけばまあいいっちゃいいんすけど、もっとねバフがついてくるしいいんだけど、レベル上げればね、だけど大型コレクションはこれ、コレクションはボスたちが様々なイベントで集めてきたレアなボーナスです、コレクションをリーダー詳細画面で展示するとですからね、巨大なバフがもたらせますなんでね、展示するとですもんねこれ。2番のコレクションには大型コレクションと小型コレクションの2種類があります。さっきのが大型コレクションなんですよ。だから、あれいらないですよね。小型だったら展示ができて、強大なバフがもたらされると思うんですけど、大型コレクションだったもんな。失敗した。これね、2種類ありますよ。大型と小型の2種類あって。で、大型コレクションエリアには全てのコレクションを展示でき、だから小型だったら、大型のとこにもできたりするんだけど、小型コレクションのとこにはね小型コレクションしか展示ができなくて、だから僕がゲットしたやつは大型コレクションなんで、まあ、例えばこことかもね小型コレクションエリアのところにないんすよ、ないの、逆バージョンだったらいいんすよ、小型バージョン手に入れて大型のところに展示したいなーっていう形だったらできたんだけど、まあ、失敗した。ほんでね、それで本来はこの中に行くじゃないですか、これでね、まあここの中にあるわけ、8万ポイント以上行ったわけなんですよ、頑張ってね、行ったわけだけど、お金、おぉ行った行った、8万超えた、交換しようぜ、ポチッとなってすぐやっちゃったんですよあ、だけど実際僕からするといらない、持ってない人からするといいかもしれないけどね、はい、だけど他にいいのあったなって、1番目見てください、これこいつがいいなと思ってね、これですよ、狂気地帯ってもんかな、
このね、一番上のところにあるやつ、こいついいんすよ。失敗した。これバフ全体の攻撃力が 6% アップするんすよ。なんだそりゃ。これ見んかったな、全然。これと交換すればよかったなと思ってね。あと資産価値もね、1225上がるんで、めっちゃでかいですよね。いや、ほんと失敗した。やらかしたな。これ交換したいんだけど、あれいらないんだけど、コレクションどうにかなんないかな。あと他にもあるんだって。だけど他のやつはね、バフが病院だったり、まあちょっと少なかったり、なんだかんだりしてますね、これね。いやー、びっくりだわ、ほんとマジで。まあこの辺とかもさ、世界ランカーさんとか結構持ってると思うんですけど、こういうカナーシャとかね、持ってる人多いと思いますよ。ランキングの方でね、見てもらえば、あーもうこの人持ってるじゃんみたいなね、感じの人はいると思うんだけど、やらかしたなぁ。やっちゃったねー。なんかね、島の方で交換すればよかったなと思ったんですよ。でさらに交換するんだったら、僕だったらね、一番上のやつがいいかなと思って、これうわー失敗した。本当にもったいねー。せっかくやったのにさ、あれいらないんだけど、あのコレクション、大型コレクション捨てたいんですけども、いらないよね。捨てたいというより、ちょっと交換してほしいんですけど、交換してほしいんですけど、皆さんはどれと交換しましたか？